アンドレイ・セルゲイエビッチ・アルシャビンは、ソビエト連邦、レニングラード出身の元サッカー選手。元ロシア代表。ポジションは、フォワード、ミッドフィールダー。労働社会級の家庭で生まれた。父親のセルゲイは、アマチュアのサッカー選手だった。10歳の時に両親が離婚すると、母親の立ち穴の下で暮らし、狭苦しいアパートの床で眠らなければならない生活を、 余儀なくされていた。父親のセルゲイは心不全のため40歳で亡くなっている。ゼニトでプレーするアルシャビンサッカーを始めたのは7歳の時。シメナフットボールスクールを経てゼニトユースにて育成される。ゼニトセカンドチームで多くの経験を積んだ後、2000から01シーズンの UEFA インタートとカップのブラッドフォード戦でトップチームデビューを果たす。 2001から02シーズンよりレギュラーとしての地位を確立。同年代であるケルジャコフとのコンビでチームを牽引し、2002から03シーズンにはロシアリーグカップを制した。2005から06シーズンには UEFA カップベスト8進出に貢献する。2006から07シーズンには13アシスト7得点でリーグ最優秀選手賞を獲得すると、 2007から08、シーズンには11アシスト10得点を記録、チームも1984年以来のリーグ優勝を達成した。同シーズンの UEFA カップでは準決勝で、ドイツのバイエルン・ミュンヘンに圧勝し、勢いに乗ったまま迎えた決勝でもレンジャーズを破り、ゼニと初優勝の立役者となった。2008年8月の行われた、 UEFA スーパーカップでも欧州王者のマンチェスターユナイテッドを破り、クラブ初の栄冠を手にする。後述のユーロ2008を境に、欧州リーグの多くの強豪クラブが彼の獲得に動き出していたが、多額の移籍金などにより夏の移籍は叶わなかった。2009年2月、かねてよりあるシャビンへ興味を示していた、プレミアリーグのアーセナル FC への移籍をした。 アーセナルでプレーするアルシャビン2009年2月22日のサンダーランド戦でプレミアリーグデビューを果たす。強烈なシュートを放ち鋭いクロスを上げるなどデビュー戦からその実力の片鱗を示した。3月14日のブラックバーン戦では左サイドの角度のない位置から目の覚めるようなゴールを叩き込みアーセナル移籍後初ゴールを記録する。 ここからさらにシーズン終盤へ向けて調子を上げ、4月21日のリバプール戦で自身初となる1試合4得点を達成する。シーズン後半だけの出場、またプレミアリーグ初挑戦ながら公式戦15試合で6得点、9アシストという驚異的な数字を残した。2010から11シーズンでは、リーグでは6得点、アシスト数では、 セスク・ファブレガスに次ぐ11を記録した。次第に出場機会が失われ、2012年2月、フルスのゼニトにシーズン終了まで、レンタル移籍が決定。2013年6月5日、デニューソン、セバスティアン・スキラ氏とともにアーセナルを退団することが発表された。2013年6月27日、フルスのゼニトへの復帰が決定した。 2015年7月13日、FC クバンクラスのダールに移籍した。2016年3月18日、カザフスタンプレミアリーグの FC カイラトに移籍した。37歳となった2018年シーズンをもって、現役を引退した。2020年8月、ゼニトサンクトペテルブルクの育成部長に就任。2011年に、ロシア代表でプレーする。 アルシャビン2002フィファワールドカップを目前にした時期に、イゴール・セムショフ、デニス・ラクチオノフと共に、ロシア代表に初招集された。2002年5月17日のベラルーシ戦で、国際 A マッチ初キャップを記録したが、ワールドカップのメンバーには選ばれなかった。FW 最後の枠は、ケルジャコフが選ばれている。代表初ゴールは、2003年2月13日の、 ルーマニア戦。ユーロ2008予選までは、キャプテンを務めていた。予選最終戦のアンドラ戦で、暴行により退場処分となり、2試合の出場停止処分を課され、ヒディンク監督から、キャプテンの座を剥奪された。しかし、ユーロ2008グループリーグの、第3節スウェーデン戦から復帰すると活躍を見せ、オランダ戦では、幾度となく、敵陣に侵入し、 オランダの DF 陣を翻弄した。さらに1から1で迎えた延長戦、ペナルティエリア内で緩急をつけたドリブルを披露。一瞬で相手 DF を置き去りにすると、タッチラインギリギリから GK ファン、デルサールの頭上を越す高精度のクロスボールを蹴り、ドミトリ・トルビンスキの得点をアシスト。さらに運動量の落ち始めていたオランダの隙を突き、 相手ゴール付近でのスローインをトラップせずに素早く反転してシュート。試合を決定づける3点目のゴールを決めた。そのプレースタイルから新皇帝の誕生と称えられた。2009年6月のフィンランド戦からキャプテンに復帰している。ありがとうございます。